人によって感じ方がちょっと変わるように作ったというか、原作がそもそも宗教をベースにはしてるんですけど、そこまで宗教ではないというあの感じがすごい僕的にはすごい今時で好きだったんですよね。なんかだから仏教の禅の話なんですけど、でもそうではなくてすごいいいとこ取りな作りをしてるので、すごいだからじゃあ映画もそういう意味でいいとこ取りにして、まあなんかある種ちょっとこう考えられる余韻も作れたらいいなと思って作らせていただいたというか、だからまあそういうエンタメとしても見れますし、そのちゃんとテーマとしては人に伝わるようにっていう、まあそこの今のなんか日本にちょっと薄くなっているコミュニケーションっていうものをこう僕的にはテーマとして人に伝えられるようにと思って作りましたね。まあ、原作はもう最後のあたりはだいぶぶっ飛んでるんで、まあでもあれはあれでちょっとやりたかったんで、その勝つみたいな部分は一個まあエンタメとしてのしとこうかなと思ってやらせていただいたというか、まあ、でもそれは市原隼人さんがやるからなんか飲み込めちゃうっていうか、そこを飲み込めるようにする俳優の力ってすごいなとは思います。あれはでもご本人の力ですよね。その撮影の時にもなんかこう地に足のついた感じで作品を作りたかったので、ただこう原作のような感じになってしまうといないだろうってなるんですけど、多分頭ほんと5分10分見るとなんかもう慣れてきちゃう自分がいるっていうか、それはすごいなんか市原さんの力というか、あと本当に熱い部分っていう多分皆さんが想定しているイメージも相まってちゃんと受け入れられるようにしてる力がすごいこうリアルと虚像をうまくこうマッチするのがすごいなと思ったというか、だからもうほんと10分で全然もう馴染んじゃうっていう、なんかやる上で市原さんもそのやっぱ30を超えたあたりからこうドラマとか出てるのを見て、だんだん本当に大人のあいい男だなっていうお芝居を見れるようになって、じゃあ今回の映画でその皆さんが思ってる市原隼人さんの像っていうものをある意味ちょっとぶち壊したいなっていうのもあったので、でもその元にあるベースは生かしながらっていうのがずっと考えてて、だからなんか僕の中で俳優市原隼人さんとやるこの映画っていう意味として、なんか今回答えとしては今の形なのかなとは思いますね。まあもちろん何か最初に候補をいろんなプロデューサー含めて考えた時に、なんかこの映画としてやっぱ破天荒なことをやれるっていうので名前を挙げさせていただいたっていうのは覚えてますね。なんかもうただの熱血感ではなくてやっぱ破天荒なんですよ。なんかこんなやついないだろうって思われちゃうのが一番怖かったっていうか、でもその感じはないように、ある種こうコメディリリーフというか漫画ライクではあるんですけど、でもなんかねいそうなんですよねっていうところは狙ってましたね。頭のところでフタロがさらりと言ってるセリフが終盤ではすごい大事なセリフになってたりとか、そういうのをこう要所要所に散りばめていって、なんか風太郎のやっぱその何も見えてないようで何かを見えてるっていうあのとてつもない力っていう、なんかそれってやっぱ風太郎の芯、まっすぐな芯があるからこそ成立することで、やっぱブレちゃいけないっていうことがあって、そこですかね、もう風太郎が風太郎であることっていうそこですよね。もうそれだけですね。やっぱ風太郎が置かれてるものっていうのが、彼がやっぱ捨てられてた生い立ち、ね、両親を知らない、両親の愛情が分からないっていう、じゃあなんで俺は生きてるんだっていう人生をかけたこう問答前週なんで、そういう話なんですけど、だから風太郎自身の成長の話でもあるんで、だから僕の中では風太郎の始まりの物語なんですね。人を知るというか自分の人生を知る始まりの物語として作ろう、風太郎の一個の経験の話として、まあああいう3人の出会いっていうものが実は全部つながっているっていうことで描いてみたかったっていう。市原隼人さん扮する風太郎の勇姿、
そしてもうこう世間に殴り込む姿っていうものを楽しんでいただければなと思います。11月1日勝風太郎、公開となりますのでよろしくお願いします。サラリーマン金太郎の本宮博史原作待望の映画化。風太郎、山を降りろ。俺に人を救えというのか。カット。大酒飲みで女好き、破天荒で非常識。あんた坊さんなんて嘘だろ。だが彼には話を聞いてやる。溜まった海を吐き出すことは大事だ。迷える子羊たちを導く力があった。気合い入れてけよ。カット。何、悩みありそうな顔して。先生に悩み相談でもすれば。叱ってほしい人続出の修行エンターテインメント。あんたが作れば金が舞い込む。平和ボケした日本にカット。ありがたい金言の数々。規則でくる。どこ行くの。面白いところに連れてってやる。世界だ。あんたの人生だ。生きるのはあんただ。勝風太郎。すみません、よろしくお願いします。救いお願いします。